今日は静かだね。うん。鐘の音、私たちの心の音だったんだと思う。もう鳴らない？うん。もう鳴らない。でも、まだ鳴ってるところがある。ええ。だから、私たちは行かなくちゃならない。レックスと一緒に。光？レックス、どこも悪くない？怪我してないってのは俺の体でわかるんだけど。ええ、大丈夫。うん、初めて会った時と逆だね。っていうか戻れるんだ、光に。ありがとう。ああ、変なことは言ってなかった？寝言とか、いびきとか、歯ぎしりとか。私寝相悪いし。いびきとか歯ぎしりするの？するわけないじゃない。ものの例えよ。失礼ね。全然。あれだけ激しく戦った後だからかな。ぐっすりと眠ってたよ。そうならいいけど。ここは？みんなは？多分雲海の底、サルベージャーたちがモルスの地って呼んでるところだと思う。みんなはどうなったかわからない。落ちてきたのはあそこ。あんな上から。下からものすごい勢いで気流が舞い上がってるみたいなんだ。あんな上から落ちても助かったのはそのおかげかな。多分みんなも。そう。大丈夫？落ち着いたら探しに行こうかと思う。ここからも脱出しなくちゃ。でもどうやって？向こう。世界樹の根元？うん。あそこから上に上がればきっと。分かったわ。私のことなら大丈夫。行きましょう。そうだ、ホームラは？まだ寝てる。呼ぶ？いや、寝かしといてあげて。いろいろあって疲れてるだろうから。優しいんだね。サルベージャーの合言葉その後、男は。それはもういいから、さあ行きましょう。最後まで言わせてよ。そう、アデルに会ったのね。ああ、アデルさんの記憶の断片みたいなものだけどね。アデルさんに言われたんだ。本当に守りたいと思う者のために戦えって。だから決めた。
俺は光や穂村のために戦う。まだ少し頼りないかもしれないけどさ。そんなことない、私も決めたから、もう怖くない。ところでさっきの姿だけど、あれが私たちの本当の姿。剣変わったでしょ。あ、うん。単純な力だけじゃない、デバイスも自由に行使できるんだから、くれぐれも注意。注意？調子に乗るなってこと。わかった。でさ、あれどっちなの。どっちって。中身。どっちでもないわ、二人で一つ。カフェオレみたいなもん。何よその例え。まあ大体合ってるけど。名前は？ホムリ？ヒカラ？何よそれ、ホムラでもヒカリでもどっちでも好きな方で呼んでいいわよ。わかった、そうする。で、いつでもなれるの？必要があれば。そうか。何突然笑ったりして。いや、俺結構あの髪型好きだったりして。バカ、何よ急に。この音、きっとみんなだ、急ごう。ええ。この俺がこんな生物の遅れを取るとは。シン、あいつもここに。さっきの戦闘で受けた傷。レックス？お前は動けないんだろ。見過ごすことなんてできるかよ。それがたとえあんたでも。光。仕方ないわね。私は納得してないんだから、勘違いしないでね。どういう了見だ。俺は敵だろ。分かってるよ、そのくらい。それでも何か違う。あのままにしちゃおけない、そう思っただけさ。それに何でもない。おい、この炎。爪が甘いわよ。ここのモンスターは完全に焼き払うか、額のコアクリスタルを破壊するかしないと、何度でも再生してくるわ。カグッシ、ハナ、ジッタン、レックス、無事じゃったか。やっと見つけましたもん。なんでシンが。そうか、トラやメレフたちとははぐれちゃったのか。大丈夫、ご主人って結構しぶといから必ず生きてますもん。そうね、剣の反応もわずかに感じられる。メレフ様たちもきっと。ああ、一休みしたら探しに行こう。ねえレックス、そこに倒れている男のことなんだけど。ああ、俺との戦いで傷ついたみたいなんだ。なんか放っておけなくてさ。そんなことだろうと思ったわい。まったく、あなたらしいわね。で、どうするの。うん、光、今の君ならもしかして
仕方ないわね。ちょっと待ってて。すごい。そんなこともできるようになったの？これがマスターブレイドの力。マスターブレイドは全てのブレイドのコア情報を持ってるから。あ、これはどうしたの？彼の心臓は人間のもの。え？彼はマンイーター。これはまさかお前が。もう大丈夫だってさ。完全じゃないから保証はできないけど。光、名前覚えてはくれてたんだ。そうだよね、あなた一度もコアに戻ってないんだもんね。自分の幸運を感謝することね。あなたたちイーラによって帝国にどれだけの犠牲が出たか。もしここにメレフ様がいたら、あなたは。光、真のことは。ええ、かつては共にメツと戦った仲間だった。だからこそ知りたい。なぜあなたは滅の側についたの？知ってどうする。知ればお前も人に絶望するだけだぞ。想像はついてる。だから言える。私はあなたと同じ結論には至らない。ラウラ、そこにいるのね。あんたのしてきたことは許したわけじゃない。この先まだ俺たちの行く手を阻むなら、世界を滅ぼそうってんなら容赦はしない。でも今は賢明だな。ここはモルスの地。俺たちの想像を超えた魔界ともいえる場所だ。知ってるのか？アルストができる遥か以前に滅んだ地、神の生まれた世界。メツはそう言っていた。ここが神の。シン、あなたがそう簡単に考えを変えないことぐらいよくわかってる。だから提案。私たちは他の仲間を探して世界中へと登る。それまでは一時休戦。どう？共闘か。よかろう。俺も今の状態でお前たちと刃を交えるつもりはない。少しいいかしら。私はカグツチ。今さら自己紹介する必要はないわね。あなたの方がよっぽど私のことを知ってるでしょうし。ここに書かれている自分とあなたが感じた私、同じかどうか確かめたくてね。日記って大抵は美化して書くものじゃない？知ったところで意味のあることとは思えんが。どうして？俺の記憶にあるお前は今のお前ではない。話したところで別のブレイドの話にしかならん。まあ確かにそう言われると返しようもないんだけど。でもね、やっぱり知りたいのよ。どんなことをしてきて何を考えていたのか。それに私と共に歩んでいた人のこと忘れたくないから、これからもずっと
教えてあげてくださいも。花はまだ生まれたばかりだからよくわからないけど、きっとブレイドにとってドライバーさんとの思い出はとっても大事なことなんですもん。花もご主人との思い出たくさん作っていきたいっていつも思ってるんですもん。これで私も正式なイーラのドライバーか。思い出いっぱい作ろうね。静かですもん。そうね。ここものすごく科学技術の発達した世界だったんですもん。たくさんの建物があって、たくさんの人がいて、きっとみんな幸せに暮らしてましたもん。でもどんなに科学が進んで豊かになっても人の本質は変わらない。自らを豊かにするはずの科学によって世界を壊してしまった。今はただの廃墟。花も科学技術で作られてますもん。花もいつかは世界を壊してしまうのかな。それは私もよ。この世界が父様の世界なら、その父様が作ったこの私も同じ。光と花は同じですかも。ええ、そうね。だったらもし花が世界をご主人を壊してしまいそうになったら、花を壊してくれますかも。花、トラ君が作ったあなたはそんなことしない、絶対に。でも、じゃあ約束しましょう。約束ですかも。そう、約束。もし本当に花が世界を壊してしまいそうになったら、私は花の願いを叶えてあげる。だから代わりに花も私の願いを一つ叶えて。何をお願いするですも。光も世界を壊しちゃうのですかも。そうしないように心がけるつもりだから、それはないかな。でも、なんでもない。まだこれって願いはないかな。決まったらでいい。わかりましたも。二人の約束ですも。何？ご主人に教えてもらったノポン流約束の儀式ですもん。こうして手を高く上げてパッてするですもん。そう。いっぱいいるですもん。光、迂回路はなさそう。そっか。ちょっ。
除している暇があるのか。いや、そうだけど。排除する以外の方法はない。やりましょう。こんな生物がいるなんて。アルストのとはかなり違うの。尋常ではない再生能力じゃ。ブレイドのそれと近いわね。おそらくは我々ブレイドを生んだ文明の残滓だろう。ここが神の世界であるなら何らおかしくはない。神様ってどんな人なんだろう。会ったことはないわ。ただ記憶の断片としてそのイメージがあるだけ。だからこそ私も会いたい。こんなすごい文明を築いてたんだろう。それならきっとすごい。これがか。うん、ただの瓦礫の山だ。見ろ、熱弾頭か何かによって溶かされている。ここには人の業が埋もれているだけだ。神がここで生まれたというのなら業もまた神とある。所詮はアルストのお前たちと同じさ。なんで俺たちのことをそんなに憎む。俺たちが何をしたって言うんだよ。シン、ちょっとサタ、やばいよ。義経、今どんくらいだ。震度28000。もうほとんど耐圧限界ですよ。無理だよ、このままじゃ私らまで。あと少しで雲海を抜ける。それまで保てばいい。けどさ、神はどうする。放っておけって言うのかよ。そうだけど、あと少し、あと少しなんだ。抜けた。ここがモルスの地。初めて見る。なんてとこだ。驚くほどのもんじゃねえ。ただの廃墟さ、ここは。メツ、人の業の写し鏡だ。これが人の業。じゃあここには人間が。上だっていずれこうなる。だから神話。本当にそれでいいのか。さて、あんた、真の考えに異を唱えるつもりはないさ。ただな、全部が全部じゃないだろうってさ。まあお前ならそう思うのも無理はね。何、いずれ答えは出る。そん時に後悔しなきゃそれでいいんじゃねえか。あちこちが炭化している。天の聖杯同士の戦いの後じゃな。すごい戦いだったんだね。ここはイーラのアルスの腹だ。皇国イーラでも限られた者しかここの存在は知らない。こんな場所があったのか。ここがアルスの腹。
これはブレイド。でもアルスみたいな姿してますもん。アルスへの変態の過程で朽ちたブレイドたちだ。アルスはその体内でコアクリスタルを生成する。お前たちも一度くらいは見たことがあるはずだ。ブレイドとてその命は永劫ではない。アルスから誕生したブレイドはその命の日が尽きるとき再び生まれたアルスへと帰る。アルスへと帰ったブレイドはやがて自らもアルスへと変態する。その話は本当なの？私たちもいずれこのような姿に。光？この世界の断りよ。アルスとなればブレイドであった頃の記憶はなくなる。コアに戻る時と同様にな。この者たちは母体となるイーラのアルスが死んだことで運命を共にしたのだろう。コアからブレイドが生まれ、ブレイドはアルスに、そしてアルスは多くの命を育み、やがてアルスから新たなコアが生まれる。ブレイドという命の循環、これが神が定めた世界の断りだ。そして古王国イーラの信仰の対象。古王国イーラはアルスの偉大さを恐れ敬い、そこから新たに生まれ出るブレイドと人間との共存を目指した国だった。だが人間はそれを望まなかった。メツとの戦いに終止符が打たれ、お前がアデルと共にイーラを去ったすぐ後のことだ。あの男はマルベイには俺たちを。あの人が何をしたの？真にこの国を滅亡させたのは天の聖杯ではない、アーケディアだ。え？探せ！まだ近くに潜んでいるはずだ。私が死んでもあなたは再び眠りにつくだけ。時が経てばまた別の誰かがあなたを。人間はね、誰かに忘れられることの方がずっと辛いの。だから自分の存在を残そうとあがき生きる。ラウラ！次に目覚めた時、あなたは私のことを忘れてるんだよね。
あなたに忘れられるのか、絆が消えるのか、寂しいよ。忘れない。忘れるはずがない。俺は君を。分かっていたけど、いざその時が来るとダメだね。困らせてごめんね。あるんだ、たった一つだけ、君と俺が生きる方法が。世界から消滅させることだ。それがレックスと共に天の聖杯を庇護した理由か。だとしても、そうだったとしても、それはあんたたちがやってきたことと同じだ。人間も世界も滅ぼして神を消滅させるって言ったよな。その通りだ。本当にそうなのか。何？俺にはそれがあんたの本当の目的とは思えないんだ。なぜそう言える？現に俺たちはあんたと戦って気づいたんだ。あんたの目は悲しすぎるよ。あれは自分が消えたくて消えたくてしょうがない人の目だ。まるで初めて会った時のホムラみたいだった。面白いことを言うな。お前がどう思おうと勝手だ。俺たちは目的を遂行する。
俺たちをこのような存在に作り上げた神と、その加護を受けたお前たち人間を消し去るだけだ。俺たちは人を生かすための道具じゃない。なら俺のやることも決まってる。やはりそうか。何が？こいつらに意志はない。おそらくは自立のこの生態領域、自分以外のものを抹殺するためだけに活動している。ある種の理由だ。こいつらが人の子そのものだ。だから俺はガッシン。ホムラ、デバイスは？ごめんなさい、空の雲海流が乱れていて指令が届かない。くそ、俺たちだけで倒すしかないか。ホムラ、一撃入れたら懐に飛び込む。インガリ強速、最速で頼むって光に。わかりました、いつでも。よし、行くぞ。雷、もしかしてやっぱり兄貴も。ああ、ホムラ無事か。なんで死んだ？話は後だ、今はこいつだ。分かったもん。これは兄貴、どうしたも？何か見つけたも？え？あ、いや、なんでもないんだ。向こうでこれからの話してるも、兄貴も来ても。うん、わかった。まさか。雲海面から空に伸びてる部分よりは短いんだ。あのくらいなんとかなるさ。相変わらず前向きなやつだね、あんた。レックス、経緯は理解したが、あの者やはり感化することはできないな。メレフ、せやろな。許しを乞いとは言わん。だが、ここを抜けた後は連行させてもらう。それが我が君と民への忠義。従えぬというのならば。いいな、カグツチ。はい。メレフ！またモンスターか。今度はどこから？違いますもん。上ですもん。モノケロス、シンを見つけたっての。どういうこと？なんでシンがあいつらと。さあ、ま、手間が省けていいじゃない。ここらで一網打尽にして。なんでです？あ、わかりました。何？シン？ああ、手は出すなって。なんでさ、今が絶好の機会じゃないか。手を出すなと言っている。あいつ、どこにあんな力を隠し持ってたんや。何があったかは知らねえが、まあいいじゃねえか。メツ、たまには水凶なことも必要だぜ。なあ、サータ。確かに悪くないね。ああいうシーンは初めて見る。シーンを回収しろ。完了後、世界樹を登るぞ。了解です。カグツチ。
え？お前はあの時のままだ。シン。クソ、あいつら。船でショートカットとはせこい真似しよるの。急ぎましょう。こうしている間にも遅れを取ってしまう。ああ、行くよ、レックス。じっちゃん、知ってたんだろ、シンのこと。うん。なんで話してくれなかった？あれは滅とは違う。知ればお前のことじゃ情が湧くと思ってな。実際のとこどうなんじゃ。シンも滅も倒さねばならん相手じゃ。行く盾がどうあれな。それは穂村と光が背負った宿命でもある。だから黙っとった。穂村と光の宿命。あの子はお前のために命を背負った。お前はあの子のために何を背負える？揺らぐことなく生きられるのか？それなら決まっている。もう大丈夫さ。俺も穂村と光も。そうか、なら何も言わん。お前の望む道を行け。お前自身を信じてな。レックス、ジジイ、何やってんの？ジジイとな。ごめん、今行く。陛下、昨日第47区が封鎖されました。そうですか。国土調査員の予測より早かったですね。昨今コート周辺でも地熱の急上昇が観測されております。ここもそう長くは持たないか。アルスの寿命に伴い血液ともいえるエーテル流はその温度を上げていく。グーラへの遷都の計画前倒された方がよろしいかと。領事を更迭したばかりです。グーラ住民への説明も不十分だ。いたずらに反感を買うことは避けたいものですが。猶予はあまり残されてはおりません。それは我々だけではありませんよ。肥沃と言われるグーラですら年々穀物の収穫量が減ってきている。この世界全体が悲鳴を上げている。陛下、何か？いえ、気のせいのようです。姉さん、あなたは今どこに？大空洞がほとんどなくなっている。大空洞はサーペントが生み出してましたから。なるほどの。そのサーペントが消えたことで大空洞も消えたというわけか。雲海の上にいればそのまま渡れたかもしれませんね。登れなくはなさそうだけど、登山どころの騒ぎじゃないよこれは。皆さん、こちらへ。ホムラ。世界中の中がこんなになってるなんて。人工的な塔の周りに巨大植物が巻きついているようですね。これに乗れば上に行けるはずです。上にって、ホムラ、今何をやったの？自分でもよくわかりません。体が勝手に何かを覚えているんです。きっとこれも父様から与えられたマスターブレードの力なんだと思います。だからこそ急がないと。ホムラ、本能的に覚えてるんです。
それは滅も同じのはず。滅も昇降機の類のようですね。全面ガラス張りかいな。王子高いとこ嫌いやもんね。目つむとき行きましょう。まだくたばるには早いぜ。ここまで来たんだ。倒れるつもりはない。悪いな。ユーディキウムが沈まなければもっとマシな処置をしてやれたんだが。構わん。ブレイドの体に溶け込んだ人間の細胞は得意な能力を開花させる。俺はそれに満足している。このままでいい。拒絶されてもか。望んでいないことは分かっている。それでも俺は約束を果たしたい。そうか、なら俺もそうしよう。なあシン、ほだされちゃいないだろうな。モルスの地でイーラのムクロを見つけた。ほう。アルスになりきれずに朽ちたブレイドたちを抱えていたよ。沈んだ後もしばらくは生きてたってことが。人と共にあれとある男は言った。だが実際は人のためにあれ。それが俺たちブレイドに神が定めた真実。その結果があれだ。お前の望み叶えていいんだな。あれは、あれは戒めだ。神に対して愚かな希望を抱いたこの俺自身への。兄貴、何悩んでるの？もしかして財布を落としちゃったのかも。落としてないよ。わかったもん。中身すっからかんだから悩んでたもん。そうなんだよ。このところ仕事してないからって、なんで俺の財布の中身の話になるんだよ。ほんならなんでや。さっきからなんや、暗いでボン。うん、マルベイニのことなんだけどさ、シンの言ったことが本当なら、あの人はブレイドだけじゃなく、もしかしたら人間も、うん、世界も憎んでいるんじゃないかってさ。なんでさ。古王国イーラはいずれアルスとなるブレイドと共存していた。それを滅ぼすってことはアルスを滅ぼすってことだろ。ここ何百年かアルスの数が減っていることはマルベイニだって知っているはずなのに。アルスがいなくなったらトラたちも死んじゃうもん。法王朝が牽制を振るうのに邪魔だったとも考えられるが、ブレイドがアルスとなり大地となるならば、それはブレイド信仰につながる。新たな宗派ができれば法王朝の脅威ともなりうる。それだけならわかるんだ。国と国の争いってやつだからね。だけどレックス、人を憎んで自分を憎んで、やがては世界を憎む。
世界を憎んだ後はどうする？それは…そんな世界、なくなってしまえばいい。そうならないかな。論理の飛躍と言いたいけど、事実そういう人間は多いわね。前に言ったろ、マルベイニと話しているとき、なんだかメツと話しているみたいだったって。そういや、そんなこと言ってたね。気になるんだ、マルベイニの目的がもしメツと同じだったら。残すなんて悪い母さんだね。え？でも母さん、ごめんね。マルベーニ聖火、これより雲海を抜けます。何？下からだ。雲海内に巨大な影、これは…ケディア、まさか。
を展開して、僕は敵の戦力分析を。やってるよ。あんたこそとっとと反撃しろっての。頭動かすより手を動かした。もうサタはどこ行った。こんな時にサタなら下だよ。下じゃあよし、砲へのバイパス接続。見てるよクソ坊主。出せるのか。いつでも。船は予定通り境界層まで上昇。そこであんたと熱を下ろす。境界層より上はアルストの飛行機械じゃ登れないからな。ああ、それでいい。シン、これでいいんだよ。サタヒコ、うん、ラウラ、タノ、シン。義経、ブレイドボッツに火を入れろ。反撃だ。シン、メツ。アーケディア、想定していたより早かったな。早々に小僧に見切りをつけたんだろう。奴らしいぜ。ハッチ解放、いつでも出せるよ。よし、出せ。しっかし、どないなっとんのや。世界中の中がこんなんやて。自然の木ではなく人工の塔。モルスの血と同じ文明のもののようですね。神の生まれた世界、神はそう呼んでいた。神さんの作った塔か。ほんまに塔のてっぺんに神さんがおるんか、楽園があるんか。モルスの血を見てわかったんやけど、あら、千年や二千年の昔やないで。万どころかもっと前のもんやわ。そんなもんアルスでもよう生きられへん。ホムラやヒカリも会ったことはないって。でもこの塔は実際に存在してる。それなら百聞は一見にしかずか。確かにここであれこれ想像していても拉致が開かないな。ニア、どうしたの。お腹グーグーなのかも。あんたは人の顔見れば財布を落としたかとか腹が減ったかとか他に聞くことないの。もう、ニアがご飯以外のことで真剣になるってのはちょっと考えられない。もうぶっ飛ばすよ。じゃあ何ですも。じゃあってのが引っかかるけど、まあいいか。ブレイドのみんなに聞きたい。正直に言って、もっと行きたいって思ったことある。コアに戻らずにってこと。うん、難しい質問ね。昔の自分を知りたいとは思うけど、今の自分はメレフ様が亡くなった後。失礼。いや、構わん。亡くなった後まで存在したいとは思わないし。うちもやな。王子との思い出は王子とだけ持っときたい。早は嬉しいこと言うてくれるやんけ。白子は。私は最後までお嬢様のそばにいられればそれで満足です。花は本物じゃないから先のことを考えると悲しいですもん。ご主人が死んだら未亡人になってしまいますもん。ちょっと違うとは思うけど、まあ分からなくはないね。ホムラは。私は。ホムラは他と違うだろ。ずっと何百年も生きてきてるんだ。あんたには聞いてない。ホムラ、正直に言ってどう思
ぜ永久に存在し続けるんだろうって思ってました。し続けなければいけないんだろうって。でも今は違います。存在し続けてよかったって。別れは悲しいけれど、それも私の一部なんだって。でもいつか大切な人と眠りにつけたなら、それは幸せなんだろうなって思います。ホムラ、あんたらしいね。ありがとう。みんなの考えよくわかったよ。ねえ、一体なんでそんなこと？私はマンイーターだ。正直いつまで生きられるのかわからない。ひょっとしたら明日ぽっくり行っちまうかもしれない。お嬢様。でもこれだけは言える、私の生き死ににドライバーは関係ない。それが？シンだよ。ずっと疑問だったんだ。シンはコアクリスタルを集めていた。ならなんでそれを使わない？人間が嫌いなんだろ？ブレイドを誕生させたらマンイーター化してしまえばいい。人間なしでいくらでも勢力を拡大できる。確かに。彼らはあれで全部？ああ、今じゃ5人だけの小さな組織さ。以前メツの提案でカムイたちを同調させた時、シンはずっと反対してたんだ。もしかしたらその思いは私たちと同じ。私たちと同じ。だからシンは誰とも同調しないんじゃないかな。何者かが戦っている。これが世界中の本当の姿。あれ、葉っぱじゃないよ。なんかの文字。あそこだもん。イーラの重戦闘艦か。あんなものがまだ残っていたとはの。それよりなんだよあれ。アーケディアがこんな高くまで飛行できるなんて初耳だよ。雲海がずーっと下だもん。テンペランティアの時と同様、何らかの方法でアルスを制御しているんじゃろ。しかしあれだけの兵器、よもやアーケディアが用していたとは。何のためにとか愚問ですね。予測していたのさ、深夜メツたちが世界中を登るであろうことを。じゃあ、あの巨大船の中に深が。ああ、間違いない。急ごう。あいつらに楽園に行かれたらアルスとは。お前さんには漁船ぜ。除細数奇鏡を命ぜられたそうだな。何よりだ。何の
ようだ。ふん。お別れを言いに来てやったぜ。急にいなくなったらお前も困るだろ。別れ？私から離れてどうするというのだ。お前は私の。俺は一人でも全ての力が使える。お前が死んでも俺は存在し続けられるからな。どうするというのだ。アーケディアも信者も誰もが抱きすべき愚民。人間はこの世界の無駄そのものだ。そのお前の願望を叶えてやろうと思ってな。私はそのようなことは。無駄なものは消えてしまえばいい。だからこそお前は至高の存在。神を求め世界中を登った。それなのに。このコアを使える者がどこかにいるはずだ。その者に滅を。アーケディアの総兵。天の聖杯とそのドライバーだな。マルベーニ聖火より加盟を伝える。今すぐあの船を焼き落とせ。天の聖杯の力で。どうした？それがお前の役目であったはず。俺の役目は世界中への道を開くことだ。できぬというのか。ならばその者の身柄引き渡してもらおう。なるほど、光の力で手っ取り早く焼き払おうという魂胆か。変わっとらんの。できないなんて言ってない。マルベーニンに伝えろ。シンは俺たちが止めてみせる。だから押し問答をしている暇はない。従えぬというのならば力ずくで連行するまで。帰って伝えるんだな。シンは俺たちが。カグツシ。ロー光。ヤコ。な、何が。何者かが私の体を。この力、まさか。悪く思わないでくれ。時間がないのでね。マルベーニ。あれは霞のコアクリスタル、ファンデンノルンの。そうか、それで半分に。どういうことだニア。マルベーニはファンのコアクリスタルを奪ったんだ。これはファンの力か。それだけではない。これは私本来の力でもある。光！デバイスがダメ。やめて。光！光！違うな。じゃあ誰が。マルベーニ。マルベーニ。やつはこの俺の天の聖杯のドライバー。その力を増幅すればブレイドだけじゃねえ、あいつだって支配下に置ける。面白えじゃねえか。マ
ルベーニ。マスターブレイドなる天の聖火、そのドライバーはすなわちマスタードライバー。すべてのブレイドを刺激する力を全世界のブレイド。いいな、アルスすらも私の支配下にある。それでさっきの攻撃を。だったらいずれ私たちも。心配するな、お前たち混じりもんはそこまで支配は受けねえ。せいぜい力をそがれる程度だ。だからあれを作ったんじゃねえか。サタが作ったあれは奴の支配を受けねえ。それにこの船もね。まもなく境界層だ。シン、メツ、準備を。わかった。行くぞ、メツ。おう。サタ、義経、弁慶。あと頼んだぜ。ええ。わかってるよ。神様に会ったなら伝えてくれ。産んでくれてありがとうってな。の船が止まったもん。奴らあそこから中へ入るつもりや。マルベーニ、俺たちがシンを止める。だからこんなことはやめてくれ。言っていることが支離滅裂だ。今ならば奴らを消し去ることができる。私はお前のすべきことをしているだろう。俺のすべきことはシンたちを消し去ることじゃない、止めることだ。話し合いに応じるとでも思っているのか。ああ思ってるさ。シンから聞いたよ。500年前に何があったのか。シンをああさせたのはあんたじゃないのか。私は神の言葉を代弁してた。ならその神にも会って聞いてきてやる。俺たちのことを、ホムラと光のことを。それは私の役目だ。お前ではない。抵抗する。再びこの私を拒絶するか。あなたなんかの思い通りにはならない。私はレックスのブレイド。そうじゃ、レックス。お前も天の聖杯のドライバー。あやつにできてお前にできぬ道理はない。俺にもできる。そうさ、レックス。力はそれを扱う者の心次第だろう。思い通りにはさせない。人をブレイドを好き勝手に操って何が神の言葉を代弁するだ。そこで待ってろ。シンは俺たちが止めてみせる。シンたちは世界樹に入った。あとはメツがアイオーンを起動させる。それまでの間、奴らを上に行かせないようここを守り通せば僕らの勝ちだ。そうか、
なら気張るかね。光の渦が。セイカ、増幅塔の一本が。慌てるな。影響範囲がわずかに狭まっただけだ。もう近くまで来ている。総兵隊を前方に集中。ハムシどもを叩き落とせ。行かせぬ。神のもとへ何人たりとも。